こんにちは、メイクアップアーティストのはるかです。活動ジャンルはビューティー、ファッション、セレブリティの方々様々なんですけれども、ユニークな素材を使ったメイクアップが好きです。こんにちは、メイクのことみです。東京ベースにファッションやビューティーの仕事をしています。モデルさんの素の良さを生かしながら遊びを取り入れていくメイクが好きです。こんにちは、メイクアップアーティストの豊田洋介です。普段はファッション撮影を中心にタレントさんとか広告とかをやってます。写真とかメディア、モデル本人に似合うようなメイクを心がけてます。今回のメイクアップのコンセプトは夏の空の天の川なんですけれども、虹色の空をカラーパウダーで、流れる星屑をダイヤモンドビーズで表現しようと思います。星を見ていると自然とポジティブな気持ちになるので、そんなデザインにしました。印刷された最初の製図に書かれていた3本のシンプルな線がとても印象的だったので、私はメイクアップアーティストとしてそれを黒いアイライナーで表現したいと思いました。今回テーマはプラネタリウムということで、やっぱリアルな星空とちょっと違う感じが出るといいなと思ったので、デジタルというか作った星空をイメージしました。メイクのことみです。よろしくお願いします。みきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みきアレルギーとかないですか？大丈夫です。スキンケアからですね。化粧水はアベダです。化粧水で潤すってよりかはブレンディングも兼ねぐらいな勢いでさっぱりさせるイメージが強いです。ランコムの化粧水をまず使っています。次フェイスクリームです。これもランコムのちょっと軽めにつけてます。また綺麗。これは拭き取り化粧水のビオデルマです。お肌の余分なものを一旦拭き取ってからその後整えていくっていう予備のプロセスになります。次化粧水を、この香り大丈夫ですか？はい。ソロスっていうブランドの化粧水を使っています。自然の成分がたっぷり入っているので私は選んで使っています。いい匂いします、うん、そしたら目の周りと口の周りにセンシティブ用のクリームを塗っていきます。これは4価のクリームです。ちょっと鎮静作用もあるようなクリームになってて、深みが強い時とかはこれを全体に塗る時もあります。もちろん肌のコンディション整えるもそうなんですけど、気持ちよくなってもらってから1時間が辛い時間にならないようにっていうのはでも本当に思います、うん、今日はこのプライマーの代わりにこのプロテクトジェル1っていうクリームを使います。これスポーツ選手とかが結構肌を保護するための保護クリームとして使ってるんですけど、今回みたいに結構接着剤とかグリッターとかそういうあの刺激の強いものを使うときは私はいつもこのクリームを使ってます。でここで1回濡れたスポンジで余分な油分というかあれは取っちゃいます。もうこの段階で染み込んでる油分だけでいいなってイメージです。リップバームを塗ります。ルーカスポーポーっていうオーストラリアのプロダクトなんですけど、あ、オーストラリア、そうですね、オーストラリア出身でよくスーパーでも見かけ、そうそう、一家に一つ今回のデザインのベースとなるディレクションラインを描いていきます。このラインを最初に描いておくことによって、まず全体のバランスがこう想像しやすいのと、色をのせるときに迷わず色をのせられるので描いておくと便利ですね。ラインは今これアナスタシアのアイシャドウを使ってます。この後にのせていく色もここのブランドのものを今日は使っていきます。じゃあベースメイクをしていきます。これはビズというブランドのファンデーションです。首で色を見てお顔に塗ってあげると首とお顔の色が違うっていうトラブルが発生しにくくなるので一回首で色を見ます。これは RMK のカラーファンデーションで下地じゃなくてファンデーションになってますね。一応一番最初紫で、あとイエローとアプリコットを今入れたって感じ。同じスポンジを使うことで色もどんどんブレンディングされていくといいなって思いながら、次はコンシーラーで目の下をもう少しだけカバーしていきます。ボビーブラウンですね。明るい顔色の方にもぴったりの色が見つかるのでいつも入れています。
RMK の 3D ファンデーション、まだこれもファンデーションです。スキンカラーを整えるっていうよりかは作っていくっていうイメージですね。今度ベースになる色をのせていきたいと思います。さっきのダイレクションラインに、でまずホワイトをちょっとラインにのせてぼかしていきます。今回パラネタリウムということで、夏の夜の天の川をイメージできたんですね。なので夜空に星が流れるようなデザインを考えて、このようなメイキャップにしました。ラインの一番濃いところから外に向かってだんだんこうぼかしてグラデーションのようにしていきます。彼女のその内側から出るこの艶っぽい感じを残したいので、あえてファンデーションは省きました。で、少しシアの入った同じ種類のファンデーションでハイライトをここで仕込んでおきます。なんかこう肌がギュッて出てくる感じ、どうしても肌整えるとフラットに映りやすくなってるイメージなので、ギュッて出てきてほしいところに軽くハイライト。今回のテーマがプラネタリウムっていうことで、数年前から私はすごい星とか宇宙とかに興味があって、でたまたまお家にこの天空の地図っていう本を持ってたんですね。でこの本の中で印刷された最初の星図、アレッサンドロ・ピッコローミニっていう人が書いた恒星っていう本の中に出てくるこのシンプルなこの線がすごく可愛いなと思ったので、今回はこれをお顔の中に散りばめたいと思います。これはチェコガラスです。アクセサリーパーツ屋さんとかに売っているものです。お肌にもつけられる両面テープで裏に仕込みをしてあります。パッと見た時にこのオーロラのカラーがとっても綺麗だなと思って、今回のテーマに合ったものを探しに行った時にこのガラスが呼んでる感じがしました。違和感ないですか？はい、大丈夫です、はい、そしたらアイをいきます。アメリカのセフォラで買ったピグメントのアイシャドウで、グリーンブラックみたいなベースにパウダーをのアイシャドウを乗っけといてあげると深みも出るのとヨレがしにくくなるので、練りの前にパウダーを乗せるのを最近やってます。で、アイラインです。インラインにカーキ、アイカラーブラウンなんで、最近僕カーキがアイライン好きで、半透明のジェルタイプのブラックです。アディクションです。そしたら色をのせていきます。イエローからいきます。で、この色をどんどんグラデーションにしていくんですけど、それも虹色の夜空に天の川がこう流れているっていう幻想的なメイキャップをしたくて、このようにグラデーションにしております。次はピッコロミニのイラストと同じ形に並べたスワロフスキーをつけていきます。この角度によって色が変わって見えるのがとても宇宙っぽくて素敵だなと思って取り入れました。ミキさんだったらめっちゃ可愛くなってくれるなって思ってありがとうございます。僕は最近毛が垂直に出てるこういうバナナブラシを、柔らかいアイシャドウを使うときは使います。もう一個パウダー上から、アディクションの本当にマットブラック、グリーン、クリアブラック、マットブラックの順番で、パウダー、ジェル、パウダーで、ヨレプラス深みを、はい、うん、それでは次はパープルでいきます。はい、そしたら次はグリーンをのせていきます。アナスタシアのシャドウは発色がすごく良くて、色を使ったメイクアップの時は私は必ず現場に持っていきます。 OK、 ベースができました。今から縦のラインを白とかペールトーンの色で入れていくってイメージです。今回夜空じゃなくてプラネタリウムってことで、縦のラインをなんかメイクに取り入れることでデジタルっぽいマトリックスみたいな感じが出るといいなって思ってやってます。次はアイライナーで描いちゃいます。私今使っているのはクリニークのインパクトリキッドアイライナーのブラックです。ハンドペイントのちょっと完璧じゃない線とかも好きなので、だからあのピッコロミニの製図を取り入れたっていうのもあるかもしれません。で、今使ってるラメは普通のシルバーのパウダーじゃなくて何色にも
いろんな色が混ざってる。でこれもそんなにすごいついてるところと全然ついてないところ とランダムにあった方が、空にこう星が散りば待ってる、散り、なんていうんだっけ、散らばっている、空に星が散らばってるような感じに見えるので、ここはあえてランダムでラメのラインを足していきます。化粧品の機材になるようなグリセリンでピグメントを少し混ぜて、金です、本物です。お料理とかで使うシリコンのヘラで、肌にも優しいです。ストレートのラインをパチンって入れたかったので、これでやります。これはネイルアートとかに使うスターフィッシュっていうゴールドと、この形がいいなと思って、これを顔に散りばめていきます。こちらのダイヤビーズというものを使って、星屑を表現していきたいと思います。でこれのベースに使うものがプロセードという接着剤なんですけど、結構特殊メイクとかに使うような、薄く塗ってもこういうちょっと重量のあるものでもちゃんとステイするので。でこのラインストーンも色をいろんなのがつけることで大きさも少し変えて、僕の見たプラネタリウム のいろんな色と、あと距離によっていろんな星があるみたいな。最後リップを仕上げていきます。少し抑えた感じで、でも宇宙っぽい雰囲気を感じられるようなシアーな仕上がりにしていきたいと思います。コンシーラーでアウトラインをぼかします。これフェンティビューティーのマットのリップなんですけど、これも質感がすごく好きでよく使っています。ディオールのリップグロウオイル、スキンケアのチップですね。やっぱりちょっとみずみずしさをリップにも出したいので、あえてグロスじゃなくてグロスよりももっとライトなグロウオイル。リップは中心に軽く透明のグロス、少しこれネオンカラーのグロスになります。 RMK ですね。発光します。ちょっとこれはパッドマグラスラボのハイライターなんですけど、これをリップの上から重ねていきます。お肌をちょっとツヤっぽくしたいので、このヒンスのライティンググロスティックですね、これをポイントでつけてあげることで全体的になんとなく潤ってるような肌を作ることができます。でこっから目元を最後仕上げちゃうんですけど、粒の違うラメを少し置いてあげて、メイク用のグロス、目元も OK なやつです。厚みのあるアイシャドウにしたかったので、はい、見分けて、ナイス。でこれもシリコンのやつで、腕だとやっぱりこう描いた感が出ちゃうなっていうのはなんとなくあったので、見分けて、綺麗、ナイス。はい、そして最後にこのパワーセットラッシュという、これまつげに本来つけるクリアマスカラなんですけど、眉毛に使います。じゃあ時間までちょっと肌を整えていきます。もう終わります。これで終わります。 OK I'm done。 終わりました。できました。はい、で完成です。すごい、めっちゃキラキラしてすごいきらびやかに。緊張するね。ハロー、お願いします。お願いします。ナイス。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありました。本当にドキドキしましたね。ニキさんがもうめちゃくちゃいいモデルさんだったから、もうそれに助けられたって感じですね。あのクリエイティブのメイクアップする時って、もうこっちに作る方に集中しちゃうから、お話ししながらこうとかメイクできないんですね。それが難しかったなっていう感じで、時間も気にしなきゃいけないしっていうのもあって、改めてこう表出る人すごいなと思いました。ですよね。ああ、じゃあ、そろそろ、はい、見てみましょうか。はい、はい、おお、面白いね。あ、違う、うん、表現の仕方が。いやでも、まあ、やっぱ違いますね。違いますね。面白い、個性が出ますね。
アイライナーで黒いとこ描いてるんですけど、一番最初に製図が印刷された時に作者の人が描いた星の形がこの線の形だったんです。それからインスピレーションを受けて、これ写真撮る時の表情って、うん、なんとなくメイクが浮かんだ時にもうなんかこういう表情で撮りたいなみたいなのがあって、それがこうなった感じですか。そもそもそのデザインを考えた時に、うん、こうポジティブなデザインにしようっていうのは絶対決めてて、うん、で写真を撮った時に私が選んだ表情を見て、うん、島津さんが、うん、ホープっていうワードを、ニキちゃんに伝えてくれて、それがこうなって、チームワークでできたなっていう、すっごいなんか表情がこうリラックスしてて幸せそうな、うん、いいね、メイキャップと本当にマッチしてて素晴らしいと思います、うんうん、実はその描いたイラストとちょっと線の描き方っていうのがやっぱ微妙に違って、うん、それもニキちゃんのお顔を見ながら、うん、あやっぱこれはこっちかなとか、色味も、うん、あこれはこっちかなとか、うん、感性のままであここがいいかな、ここがいいかなっていう、うん、こうやりながらバランスを見ていったっていう感じですね、うんうん、クローズアップまた光の浮き方がいいですね。ね、うん、綺麗ですね。ラインもすごい彼女の顔のシェイプに合ってて、もともと肌がすっごい綺麗だったから、うん、これノーファンデーションなんですよ。真正面ドンで素敵に見えるって、うん、しかもアシンメトリーなデザインで、うん、でも正面でバチンってきた時にスッてまとまるっていうのは素敵だなと思うっていうか、この正面で戦えるデザインアシンメトリーなっていうのは素晴らしいなって思います。星は星で綺麗だけど、プラネタリウムはプラネタリウムでちょっと違うなって僕はなんとなく思って。行ったことありますプラネタリウム？行ったことあります。ここそう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 、なんか行きながら寝ちゃった後の記憶がで眠たくなるじゃないですか、うん、じゃあ眠たい表情が先に決まりました僕。なんか目元重い方がいいなと思って、そっちが先に決まって、まず表情から、表情そうですね、からメイキャップ、そうそうそう、なんか眠たくちょっと目元がすごい印象的だなと思って、うん、結構ラフに塗った上にこうグロスが乗ってるっていう感じが、これはあえて結構やってることはすごいクラシックで、スモーキーアイズっていうかこういう感じでみたいなデザインとしてはなんかベーシックだから、なんかちょっと抜きたいなと思って、2022年だしみたいな、そうそうそう、なんかパッと見た時にいろんなこう細かい仕込みがすごくあるメイキャップなんだなっていうのがこう分かって、1時間でやったのかこれっていう感じだ。アプローチの仕方、僕たちのセッションワークの仕事って、うん、そこやっぱあるじゃないですか、うん、とっても今日はある程度みんな同じ条件だけど、それでもこんだけアプローチの仕方が違うっていうか、うん、それはすごい面白いなと思いましたね。なんか最初の3枚がこうパッて並んだ時に、なんかこうお二方の性格がメイキャップで表現されてるなっていう感じがして、うん、作る人によってその人の顔になるなと思いましたね。今まで自分たちが経験したりとか体験したものの中からこういうデザインって生まれてくると思うから、本当に人それぞれの体験がここに現れているんだなって思うのがものすごく面白いなって。表現の一つとしてメイキャップでいろんなことを表現するっていうことがもっと主流になればいいのになっていうふうに思う、ファッションの世界とかだけじゃなくて一般の人たちもこういう世界が広がったらいいのになって思いますね。そうですね、ワンポイントとかね、そういうガラスビーズとかポンってつけたりとかしても絶対可愛いけど、あんまりそういうことする人いないですもんね。でもそれしてもいいんだよっていうなんかメッセージって感じがしています。